ジュピターノートブックから Python で操る指すバイアの画像処理フィルタリングから輪郭検出までをデモでご紹介します。ご覧のように人が手を広げたり閉じたりしているシンプルな画像を使います。画面左側上から順にグレースケール化したものバイラテラルフィルターをかけたもの日課スレッショルディングしたものとエッジを検出したものです。右側 輪郭を検出しその輪郭を直線近似で表し外角区形を出してそれをグループ化していますそれではでもご覧いただきます Python からバイアの機能を利用するためにはまず GitHub に公開されている SWAT というパッケージをインストールしインポートしていただくところから始まりますインポートします次に バイアに搭載のインメモリーエンジンであるクラウドアナリティックサービス CAS に接続しセッションを作成していきますセッションが作成されましたそれでは分析対象の画像データをメモリーにロードしていきましょうロードイメージアクションを使いご覧のパスの中にある96種類の画像データをメモリーにロードします 最初の4枚の画像が表示されて出ていますではこの画像データに対してさまざまな画像フィルタリングをかけていきますまずはグレースケール化です画像フィルタリングを行うにはプロセスイメージアクションを使いますコンバートからファンクションを利用することによってグレースケール化していきます結果が出てまいりました では次にノイズ削減です。この画像に対してさらにバイラテラルフィルターをかけてノイズを削減していきます。まあ、ご覧の通りこちらの画像と比べますと特に背景のノイズが削減されているところがお分かりいただけます。え次にスレッショルディングです。この画像に対して さらにスレッショルディングを行い日課していきます結果の画像が出てまいりました白と黒の2色に色分けされ人の形が浮き彫りになってきておりますさらにこの画像に対して最終的にエッジを検出していきますラプラシアンフィルターをかけてエッジを検出してみます ご覧の通りエッジが検出されて出てまいりました次に輪郭を描いていきましょう輪郭のファンクションを利用していきますご覧の通り輪郭が緑の線で表されてまいりますではこの輪郭のパラメータの値を少しずつ変えていきますまずは 直線近似のパラメータを true にして実行してみます。ご覧の通り、直線近似で輪郭が描かれます。では、次に同じ輪郭ファンクションのパラメーターで。外角矩形を true として実行してみます。 ご覧の通り複数の外角形が描かれて出てまいりましたでは最終的にこの複数の外角形をグループ化していきたいと思いますパラメータグループボックスを true として実行してみますご覧の通りグループ化された外角形が表示されて出てきております